マスターマインドジャパンアーカーブへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインドジャパン2004年特殊シルバーメッキコーティングのリングになります。この、こちらのリングの方は、あの、小物の方、マスターマインドジャパンの小物の方が見たいということを,をリクエストいただいたので、マスターマインドジャパンのアクセサリーの方を初、あの、披露をしていきたいと思います。で、自分の中では、その、マスターマインドジャパン自体が、 あのー、洋服屋だと思っているので、アクセサリーの方はほとんど持っていません。やっぱり持ちは持ち屋だと思います。自分が、こう、身につけるアクセサリーに関しては、だいたいクロムハーツ、レナードカムホート、ガボールのこの3点です。昔はライオンハートとか、そういったものもつけた、つけていたんですが、今主流になっているのは、この、クロムハーツ、ガボール、 レナード・カム・ホート。レナード・カム・ホートも、リンクブレスレット1個しか持っていないので、あのー、やっぱりシルバーの芸術性を考えるのであれば、レナード・カム・ホートの、あのーレ、本当の巨匠のレナード・カム・ホートが作ったシル、シルクリンクの方のブレスレットの方が僕は一番かっこいいと思います。で、ちなみにそのシルバーというものは、 あの、925が主流になっています。この925って言われているものは、シルバーだけだと100、100%だとすごく柔らかいんですね。だから、こう、形取ってもふにゃふにゃになるんです。で、そのふにゃふにゃにしないためにどうするかというと、亜鉛とか銅を7.5%混ぜることによって、あの、形が変わらないように固くするんですね。だから100%シルバーというものは、あの、できないんですね。 だから、一番いい、あのー、シルバーの状態っていうのが925と言われています。それでは、アイテムを見ていこうと思います。こちらが、シルバーの、あのー、メッキリングになっています。こちらは箱で木箱になっています。これがフロント、サイド、バック、レフト、 正面、トップリーズ、ローリーズになっています。それでは開けていきたいと思います。こちらがフロントですね。これがね、やっぱ、あのー、本当2004年から全然色が変わっていません。そりゃそうですよね。で、やっぱりシルバーとこのメッキの違いっていうのは、 シルバーの方はやっぱり掘っておくと酸化して黒くなってくるんですね。でも、メッキの方だとずっとこう形が変わらないです、あの、色は変わらないんですよね。で、こちらの方をもうこうね、購入して16年経つんですけど、あまり自分はね、これ付けてないですよね。で、このね、やっぱり、でも久々に見ると結構かっこいいですよね。 うん。久々に自分もこれ見ましたけど、やっぱかっこいいですね。またなんかつけたくなってきましたね。自分で開けてこう出してみると。で、この時なんでこのマスターマインドのアクセサリーを買おうかなと思ったかというと、やっぱりこのマスターマインドジャパンのアイテムが集めたくてこう、不純な気持ちで買ったんですよね。なんかむちゃくちゃかっこいいか欲しいなとかそんなんじゃなくて、こう、やっぱり、じゅ、 コレクターとしてはこう何か集めたい何か持っておきたいっていう風に思ったのでこのリングを購入することにしました。で、価格もそんなに高くなかったんですよね。あの、クロムハーツとかに比べると。だから手が出しやすかったっていうことです。で、まあここで言わせていただくのは、所詮持ち屋は持ち屋です。あのー、マスターマインドジャパンっていうのはもともと洋服屋さんなので、そのアクセサリーに関してはプロじゃないので、まあ、 ちょっと高いアク,アクセサリーですよね。やっぱりあの、クロームハーツっていうのはもともとレザーから始めて、そのレザーの方に宝飾としてシルバーをこう適用してきた。本当にそのレザーとシルバーっていう一つのこう土台があるんですね。で、正直な話、マスターマインド自体はそんなにこう、シルバー得意じゃないですよね。あの、やっぱり、十分 マスターマインドの本間さんがデザインをして、どこかそのプロのシルバー屋さんに委託するっていう形が本来の形態なので、あのー、そこの委託先がプロじゃなかったらマスターマインドは成立しないので、あのー、やっぱりシルバー作るときっていうのはマスターマインドはその委託する作ってもらうところを気をつけないとやっぱり良くないですよね。だから、あまり僕はマスターマインドのシルバーを アクセサリーの方をおすすめすることはできません。餅屋は餅屋です。服屋は服屋です。時計屋は時計屋です。シルバーアクセサリー屋はシルバーアクセサリーです。全部が全部その、なんていうかな。総合的にいいっていうところはほとんどありません。クロムハートだってデザインかっこいいけど洋服は全然ダメですもんね。T シャツなんてあんなも3万も4万も出す。これ、クロムハート好きな人には申し訳ないけど、自分も着てたからわかるんですけど、 着てる人は分かると思うんですけど、その、チャッチですよね。ほんと作りが雑になってます。まあこの頃ちょっとマシになってますけど、まあ長年来たらダルンダルになっても本当やっぱダメですね。だから、クロムハースとかも、ああいう T シャツ類はデザイン量です。それ分かってて購入した方がいいですね。だから、このマスターマインドのシルバーリングとかも、あの、それを理解して購入すると腹が立たないと思います。 こ僕はこれはか、まあ、コーティングの方は落ちてないので、全然飾る分にはいいんですけど、これずっとつけてたコーティング落ちてきますからね。いくら特殊コーティングとはいえ。シルバーリング好きな人って結構、やっぱりガツガツ使ったりとか、ガチガチ当たったりとかするので、あのー、本当、なんて言うんですかね、あのー、メッキが剥がれやすいようなとこ、 はがれるぐらい使い込みされると思うので、まあ、それも味と思える人はいいとは思うんですけどね。あのー、自分にとってはその、この、ドクロの状態っていうのは、あのー、このモチーフっていうのは、ナンバーナインのジャムホームメイドに委託した時のドクロと,と結構似てるんですよね。何が違うかって、この顎があるんですよね、この。あのー、 ナンバーナの方はこう滑らかな感じですよね。でもこっちの方はちゃんと刃があるんですよね。この辺が全然違いますよね。デザインとしては今から思ったら結構かっこいいなと自分では思いますね。ちょっとどことなくガボールに似てるような感じもしますけど、これはこれでかっこいいんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、リクエストをいただいたので急遽こちらのリングをアップさせる。 させていただくことになりました。2004年の発、発売され、特殊コーティングのシルバーコーティングのリングをご紹介させていただきました。